はい、こんにちは、ビッグボーイです。スタルカ、シャドウオブチェルノブイリ。続きやっていきます。現在地、バーに戻ってきた。バーに戻ってきて、前回は、とても奇妙な X18 研究所ってところを探索して書類をなんとか手に入れたり、あと、他の依頼で悪徳スタルカーを倒したりしたから、その辺の報告。で、武器の方がね、非常に潤ってるんだけど、なんか、手に入れた時レア臭かったこのグローザと P90 は今、取っておいて、あと必要ないものを後で売ろう。あと、シドロビッチんとこで、この愛用してるこの MP5 に、まあ、光学サイトはついてたけど、前から、サプレッサーもつけたんで、まあ、やろうと思えば、ステルスもこれでいけるかもしんない。良さそう。あと、そうだ。プレイしてて偶然気がついたのが、三人称視点にできることが、今さっき分かった。こんなことできるんだけど、ただ、三人称視点は、周りが確認できるだけで、武器構えても、見えないんで、まあ、周辺確認用だね。バーキープ。あるよ。ほうほうほう。そう、ブレインスコーチャーってのは、腎臓。で、また別の研究所に部品が送られたから。ほうほうほう。そこも調べないといけないんだけど、その研究所は場所がわかんない。だからそこから探さないといけないんだね。OK。で、新しいタスク。今度 X16 研究所で書類を見つけろ。で、こっちも報告。OK。なんか面白い話ある？お？頼みたいことある？荷物、あ、お使い？はい。あ？ SFPS っていう日本人だ。これこの前会ったぞ、この人。割と近くにいるけど。測定器。あ、OK。まあ、モッドを導入してるんで、多分、モッドオリジナルのクエストなんでしょう。ちょっとアイテム売買しよう。お？照準器？ SVD ってことはこれにつくぞ。購入。で、これを？はい。OK。本格的なスナイパーになった。おお、よい。そんじゃあ、れ？場所不明とか言ってたけど、なんか目的地あるよ。ノーヒント。こっから行けるね。こっちに。じゃあ早速行ってみるか。これで今所持してる武器どっちも照準がついてる。いいね。まだこの街の全体図見てないんだけど。こっちはいけないのか。こっち通ってけってことだね、じゃあ。OK。さて。こっちに行けばいいのか。お？
Ой! あれ敵いた今。おっ、あ、え、待ち伏せされてる。あ、ちょうどいい、スコープ買ってよかった。はい、痛い。オッケー、まだいる。ちょっと倍率高いかな。まあいっか。え、ちょっとここ固めのアーマーでいこう。ここ入れる。おお、アイテム回収。アノマリをすげえ検知してる。おや、これスコープ乗っかってね。よっしゃ、スコープ乗っかってる。あ、これバンディットじゃなくてマークか。あ、こっちの武器にもスコープついてる。これはスコープだけ取り外して武器売ることもできるから、ラッキー。あの、この人はついてない。あ、なんか一人だけついてないけど。まだ敵いるしょ。どう？あ、ドラム缶あった。上に敵がいるのとヘリの音がする。あれだ、おっしゃー。お、ヘリだ。まだ敵がいた。かわすな。おお、なんだあれ、ヘリ落ちた。こっちはアーマーが硬いから全然ダメージなんか受けんぞ。あ、めっちゃ銃声する。あ、倒れた。あ、これは今のはファマスじゃないか。ファマスだ。いや、ちょっとアノマリがすげえ。向こうで戦ってんのか。目的地向こうじゃないからこっち行くけど。武器も回収。あ、なんかアイテム置いてあるか。銃声近。おっとゾンビーズ。今これそんな速く走れないんだ。右の建物通り抜けるか。この装備でも走れたらいいんだけどな。あ、すげえ、ガイガーカウンターめっちゃ鳴ってる。あ、そっか、放射の耐性強いから全然ダメージ受けないのか。とあ、敵いる。待って、ここはマークに化け物もいるのか。あいつ気づいてなくね。おっしゃ。おっと、声したんだよな。
向からすんげえ銃声するけど、ヘリが落とされたってことはなんか別のまた部隊と戦ってんの？OK。ちょっと向こうのドンパチは無視していこう。あっといる。OK。 頭は一発か。おっとっとっと、おい、なんだ全速力で逃げんだよ。カードに嫌がった。あ、みんなこの辺ファマスだ。寝床？バッグ置いてある。あ、マジでただのバッグだ。9000か、そんな価値が高いわけでもないのか。このね、機関銃ね、使ってみたんだけどね、反動がめちゃくちゃすごい。だけどやたら価値は高い。なんかアタッチメントかなんか買えないかな。ゾンビかな。アノマリがすごいんだけど通るしかないのか。おお、ファイヤーアノマリで燃えてる。わ、すげえ。あー、つ、あっつ、これ避けらんねえよ。あ、な、銃持ってんのか。ちょっとスルーしよう。スルー、銃を持ってるゾンビ兵士？わ、しかも起き上がるんでしょ。いや、無視しよう。あ、まだいる。人と違って頭一発でも死なないっていうね。うわー、あ、めっちゃ撃ったら倒れんのか。あ、ゾンビ化。何したらゾンビ化するわけ。ちょっと着替えよう。起きるんじゃない。あ、うわー、ゾンビか。今のなんかスパスっぽい。スパスだ。結構ね、名の知れた武器があること。移動。ああ、またゾンビの声する。もう手がかりがありそうな研究所に近づいてるけど、ヘリポートある。あ、こっちがアノマリか。おっとっと、ゾンビだね。ゾンビは無視でいいや。なんかこういうところなんかありそう。ミッション詳細見てみよう。あ、詳細なしか。日誌。
実験ってことは、なんかこのゲーム始めた時の冒頭も主人公はゾンビまみれのトラックの中だったからさ、それ関わりの研究所でしょ、こういうところって。なんか普通にトンネル入っちゃったけど、これどこに繋がってる？あ、反対側に出るだけ。いや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 、アナログテレビみたいになってる。あれ、普通の兵士もいるのか。目的地は向こうだな。ヘリが落ちてる。おっと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 、なんでこんなザラザラしてんだろう、この辺。あっ、さあここだ。おっと、待って、一人でに会いたいよ、これ。自動ドア？なんだ？誰かいる。お？研究所を探してるんだよ。この人は情報を持ってる。Да, мы знаем об этой лаборатории. Однако ее точные координаты нам неизвестны. Кроме того, пытаться попасть туда слишком опасно. Мы уже давно изучаем излучение лаборатории X-16. Ты не пройдешь туда без специальной защиты. Мы разработали соответствующие устройства. Но для его настройки необходимо произвести ряд замеров. Если ты поможешь нам сделать эти замеры...Я дам тебе настроенный прототип, с помощью которого ты сможешь пробиться в лабораторию. А, 結局は放射物なんだね。実はね、放射物を保護できる最強のアーマーならもう持ってるんだけど、うん、はい。OK。シミロフ？だだ？それがないといけないってことね。この人がマー君です。 OK。 わかった。なんで君が先に行かないんだいって、なんかさも当たり前のように言われたけど。なんだ、どっから撃ってんだ。では案内しろ。 OK、 出てきた。いたいたいた、マジじゃね。いてててててオラーって言ってる。ちょっと武器変えよう。この辺使ってみよう。おっとっとっと、待て、なんか来てる、なんか来てる。勝ってー。掛け声がすげえな。あ、生きてる。オッケー。
やべ、全然当たんねえ。待って、先に行って死なないで。Почему он погиб? Ты же должен был его охранять. Эх, ну как это могло произойти? Черт, опять все идет наперекосяк. Придется вызывать дополнительных сотрудников. А у нас и так проблемы. Вот черт. А, これ彼が死んでしまった場合の会話もあるんだ。でもさ、聞いてくれよ、博士。持ってるんだよ、僕。別に試作品くれなくてもいいんだよ。自分なりにやってみるよ。Вот прототип, но будь осторожен. Он не настроен должным образом. Проблемой лаборатории занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Через несколько часов нас порядком тряхнуло, и излучение на время пропало. А еще через час мы получили сигнал от Васильева. Сигнал шел с болот, но потом пропал. По всей видимости, Васильев погиб. У него была точная информация по лаборатории. Где она находится? Как в нее попасть? Попробуй отыскать его тело. Возможно, найдешь и сведения о том, как отключить излучение. Все известные нам координаты я тебе скинул. А, Васильев то Гостот, ってことはさ、Гостот って人は、あの人、ストロックの部下だって言われたから、多分このバシリフって人もストロックとなんか関係してるんでしょう。で、死んだようだから彼の死体も見つけることじゃ。はい。OK。バシリフの死体を見つけることが先決じゃ。分かった、やってみよう。死んでる。これはしゃあない。ね、誰かをね、護衛する系のミッションが、コンティニューなしで成功した試しがないな。反対側だね。なんかゾンビが妙に硬いからさ、スナイパーでバンバンやった方が早いかも。マジジジとは言ってくるし。あ、これ反対側から出れない。おーおおおおいったいったい、もう倒れても起き上がってくるからな。死んだ？借款なんて持ち上がって。あのマリア虫。ああ、あっちの方。ん？あれ、ゾンビだったか？ん？どっから撃ってきてる？いた。あ、どこだ？あ、いた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 。あ、ゾンビか。なんかまだ人間、臭かったけど。これもしかしてさっき落ちたヘリだったりすんのか。そういうわけじゃない。いた。おっと。リアルすぎでしょ、この録音テープ。
お、L85 だ。ちょっとめっちゃ鳴ってるけど。アノマリー信号。で、OK、向こうだね。研究所内部に入れ。ゴーストは気違いになっちまったって言ってたけど、この調子だと多分ゴーストも死んでるな。OK、それじゃあ今回ここまでにして、次回は研究所内部に侵入。部下がこんだけ死んでしまってもね、ストロックはなかなかの腕を持ってんのか、ずっと一人で北に行っちゃったっていうしね。じゃあ研究所内部に入ってゴースト探すとともに書類を探す。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。